いやー本当にね、すいません、あれだけ言っておきますけども、キムスクローは来ません。本日は2017テレドラマトークイベントパート1太陽抱く月、お越しいただきまして誠にありがとうございます。最近は原作があるドラマが非常に多くなっていますね。まあ、オリジナル作品を作るよりもリスクが低いということがその背景には上がると思うんですよね。原作、特にですね、ウェブキューン、いわゆるネット漫画、ネット上のネット漫画が原作になっているものが最近非常に多くなっています。さあ、それからもう一つですね、最近のドラマの傾向で非常に注目されているのがファンタジーですね。ファンタジーの要素が含まれているドラマが本当に最近増えています。時代劇も最近は少し変化を見せていますよね。まあ、最近で言いますと、そこにフィクションが加わった作品が非常に増えてきております。さあ、そんな様々なトレンドをうまく満たしているのが本日のテーマといえる太陽抱く月、こちらではないでしょうか。まあ、ここで本当拍手が起きるはずなんですけど、これよりですね、本日のゲストをお招きし、お話を聞いていきたいと思います。大きな拍手をお迎えください。よろしくお願いいたします。おー、안녕하세요。저는연기자정미선입니다。이렇게남편께서반갑습니다。안녕하세요。해를풍자에서김수현을너무나사랑했던형선역할을했던재훈입니다。반갑습니다。처음에그이렇게연기가피어오를때사실은저희찍을때는그게그냥 CG 였거든요。아무것도없었어요。그러니까그냥표정으로만하려고하니까다들 웃으시는거예요。근데이걸어떻게하지？근데집중하지않으면안되겠다。여진구씨랑할때도그렇고김수현씨랑할때도그렇고정말내가사랑하는내아들이다혹은내뭐아내다내자식이다이런마음을가지고했던것같아요。왕이울면같이울고왕이화가나면같이화가나고또뭐그래서그왕의감정을쫓아가는게사실은제일힘들었던것같아요。그러니까제감정이아니라왕의감정이무엇인지그김수현이라는사람이어떤감정으로연기하는지를항상바라보고그사람을뭐이렇게느끼려고노력을했던것같아요。다양한면이들어가서이야기거리가하나가아니라다양하게음악음식그리고뭐무용그런그리고거기다서민양반이런얘기들이이소구화처럼동화책처럼편안하게쉽게꾸며져있어서見ていたドラマの出演者の方実際見れて、また裏側を聞けたのがすごく嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。